残念ながら寝ておりました。ちょっと昨日の夜寝れなかったから寝ておりました。今日初参加です。え、ありがとう、頑張ろう一緒に。眠いよね、ほんと。限界に来ています。ピーク眠さ、頑張れ。ではとりあえずメイクしていきます。21時32分、もうちょっとで解除です。あ、解除、解除されました。皆さん顔光って、どうしてこんなに顔テカテカなの、どうして。ニート70万素、え、結構あるね。頑張っ、頑張ろう、みんな眠いよね、本当に。それはそう、ありがとう、本当にありがとう。でもみんなと一緒に頑張る。眠いのは私だけじゃない気がしてる。みんな眠いって聞こえる。やっぱりこの下地やっぱり相性がないかな。なんか硬い気がして私には。かいちゃんが光をくれるらしいです、タンプレに。誕生日1月だったけど、ずっと渡してないと言ってたから。だからそれまで楽しみに待っています。硬いな。そしてなんかみんながいいって言うからよく使ってるけど、いいというか、相性わかるよ、化粧水の硬いんだもん。私の相性にナーズは抜群です。ずっとナーズばっかり言ってる。ファイト、ファイト、ありがとう。差が埋まるといいけど、頑張れば頑張ねば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 らんと。あ、テロップ忘れてた、やばい、振り出しに戻った。5014時32分。 OK、 寝不足で悪いのか、それもあるか、そんな気もする。なんかテロップって文字のさ制限あるよね。なんかこれ以上打てないんだよね。なんか他の何々配信とかさしようとするけど、この間打ったらさ全部テロップ入んなくなって全部打てなくなった。え、飛んでった、これが。だん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 肌の調子が悪くなってきました。やっぱ寝てないとダメなのかな。すごく
なんか別にどこか移転が荒れてるってわけではないんだけど、なんかね、アラームなんかもっと激しいアラームがあったんだけど、アラームにそれちょっとねうるさすぎてね、不快な目覚めなのでこれにしました。顔、あ、ここじゃない、いいじゃん、やっぱ顔。激しいなんか普通のアラームって何、逆に私分かんないんだけど、人のアラームとか分かんないし。完了ありがとう。音楽、あ、音楽ね、これが音楽もさ購入しなきゃだよね、確か。それはちょっと、でも1個だけ購入した音楽があるんですよ、ジェニちゃんのソロ、それだけ。鼻水出る。お、え、待って、ちょっといい感じかもしれない。初期設定ってそうの、何？初期設定って。できた、うん、こんなんでいいでしょう。できた、ファンデーションまで。続いてじゃん、あれじゃん、こちらはここのニキビ、マジックで消します。ここにもちょっと、さっき見たさ夢の話していい？さっき見た夢は、コンサートの前の支度をしている時なんですけど、楽屋で隣がチームメイトさんの楽屋で、私は隣の NGT の楽屋にいた。そう。で、別のメイク部屋のメイクさんがいる部屋に行くんです。一人で。空いてるかなと思って行って、で空いてなかったから、とりあえずそのメイク部屋の空いてるとこでメイクのポーチを持って行って、自分で。あのメイクするんですけど、そうじゃなくて、あのね、まあとりあえず喋ってたわけ、ノエとかそのメンバー、周りのメンバーは誰とも喋ってて、でそしたら私の服か衣装かどっちか分かんない、まだ着替えたか着替えてないか分かんないけど、私服か衣装になんか赤い虫が3個ねついてたわけ。赤い虫がなんかわーみたいな、やばーみたいな、それでなんかわーわーわーみたいなやって、でそしたら虫がわーわーわーってなったら、
なんか隣の隣でメイク部屋、チームメイトさんの楽屋、私たちの楽屋で、私たちの楽屋に帰ってってんの。でも私騒いでたからメイクする時間なくて、もうすっぴんでとりあえず髪の毛もやったけど、で出ようと思ってた。その虫の対処に追われてて、でそしたら帰ってきたらメンバーが、ある一人のメンバーがなんか泣いてたの、楽屋の端っこのとこで。でどうしたのみたいな、でそして泣いてて、でこうやってしゃがんでこうやって泣いてたの。そしたらその子の背中にこうやって乗って、私も大丈夫だよみたいな乗って、なんかこうやってたの、こうやって乗ってたの。それってさ、私が虫になったってことじゃないって思って。以上。そう、そういうなんか変な虫、変なね夢しか見ないんだよね最近。やばくない？え、そうだよね、絶対そうだよね。虫になっちゃったよ。で別にコンサート始まる様子もなく、でもなんかみんなはいなくなってた、だからみんな多分エンジンに行ったと思うけど、私は置いてかれた。そして虫になっちゃった。その子が泣いてる。なんかあとはね、ちょっとね、よちょっとつなぎがよくわかんないんだけど、なんか私の何だったんだろう、お部屋なのか楽屋なのかわかんないけど、そのところからなんかなんて言うんだろうね、え、なんて言うんだろう、なんか韓国から来たみたいな、なんか旅行に来た、ちっちゃい男の子の子供と普通にお母さんがなんかいて私の部屋に、でなんか一緒に遊んでて、そのちっちゃい子と私が、で私はなんか寝ちゃって、そしたらちっちゃい子が一人で、そうなんかいて、でお母さんがなんか食べ物を食べ始めて、すごいなんかジャンキーな、で終わった、その話終わっちゃった。それは何だったんだろうって感じだけど、そんな感じ。むずいね、本当によくわかんない。ね、でもさっき見た夢はその2つかな。すごいジャンキーな。あれ、なんでジャンキーかっていうと、それは分かるんですよ。ね、さっきの配信、朝一番の配信の後にママに何食べたいって聞かれて、ハンバーガー食べたいなみたいな言って、それで買いにハンバーガーテイクアウトできるお店あるから買いに行こうかみたいな、で ありがとうみたいな、で買いに行ってくれてたんですよ。それでハンバーガーやってなかった、なんかお店やってなかったみたいな感じで帰ってきて、あ、連絡来て、あ、そうなんだ、そうなの。だからそう、夢でねマック食べた夢でマック食べちゃった。こんな感じ。変な夢面白いよね。変な夢好きなんだけどね私、割と。ちょっと待って。
じゃじゃじゃーん。メイクフルセットを。リップだけでいきます。あ、見えなくなったと思ったら最高で見えなくなってよ。ありがとう、最高、ありがとう、最高タワーいただきました、ありがとう。これで気合を入れていきます。レレレレレ、見て、輪郭だけ描くのか、れれれれれ、あ、てん、やったー、好きなハンバーガー耐えれないのかと思って落ち込んでたね、けどよかった、元気出たよ、ありがとう。すごい、なんか海外のさアーティストさんにこういうの、こういう感じのメイクしてる人いない？口だけ？口だけの。熱っ、なんか熱くなってきた。いるよね、熱いやつ。いや、分かる人いるかな。むずいよ。あ、アメリカ系、お、めちゃかわももらいました、ありがとう、嬉しい。え、わかんないかな、わかる人わかると。いや難しいね、これで。あ、今日は欧米系。唇だけ。今日はね、今まだ4枠目なんですけど、5678910とあるので、5678910を頑張っていきます。次は撮影だよね、なんかちょっと可愛くしとくね。で、ご飯食べて可愛くして、次次撮影でしょ。で、ちょっと空いて7890を一気に夜頑張っていきましょう。はい、そろそろ時間になりました、ありがとね、最高タワーの、タワーのおかげで頑張ります。差がちょっと縮まってきた。はい、それではカメラを持って集合してくださいね。続いてはよろしくお願いします。じゃあね、またね、ありがとう。